鈴木だったね。斎藤のことだろ。すまない、神羅にさらわれた。知ってるよ、ここから連れて行かれたからね。そうなんだ。ここで？斎藤が望んだことだよ。なんで？あ、マリンちゃんの命と引き換えにみたいな。どうして斎藤は神羅に狙われてるんだ？斎藤は古代種、古代種の生き残りなんだとさ。なんだとさ、だって、あんた母親だろ。そうですよね、お母さんだから。本当の母親じゃないんだよ。あれはそう、15年前。戦争中でね、私の夫は戦地に行ってた。ウータイという遠い国さ。ウータイという遠い国。ある日、休暇で帰ってくるって手紙をもらったから、私は駅まで迎えに行ったのさ。愛識高い店員様。この頃からいらっしゃるんですね。嬉しそうだな。あれこれ！あ、恋人同士だったんだ。今左下ご覧いただきました。二人は恋人同士だったみたいです。全然気がつきませんでした。色目使ってすいません。無理無理、持ち上げられないって。あれ？旦那さんは？え？嘘でしょ。あー、今日は来なかった。そして明日も来ない。夫は帰って来なかった。夫の身に何があったんだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。それから私は毎日駅に行ったんだ。行くよねー。ある日、いや、これは心臓えぐれますわ。あ、エアリス。じゃないな、15年前、エアリスのお母さん？じゃ、この緑のがエアリス？駅員さん、なんで駆け寄らないの、これ。おかしいでしょ。見捨てないで。戦争中はよくある風景だったね。斎藤、安全なところへ。そう言い残して彼女は死んだ。私の夫は帰らず子供もいない。私も寂しかったんだろうね。斎藤を家に連れて帰ることにしたんだ。私がその場合でも、連れて帰っちゃうな。斎藤はすぐに私に懐いてくれた。よく喋る子でね、いろいろ話してくれたよ。寂しい時に話してくれる子そばにいると嬉しいですよね。どこかの研究所みたいなところから母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかない。いろいろね。寂しいでしょう。いや、寂しいよ。星に帰っただって？私には意味がわからなかったのよ。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ、いろんな意味で不思議な子供だったね。お母さん。若かりし頃の、斎藤、泣かないでね。斎藤が突然言い出した、何があったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけになってお母さんに会いに来たけど、でも星に帰ってしまったの。私は信じなかった。そらそうだよね。でも、それから何日かして夫が戦死したという知らせが届いたんだ。無理に、急に戦闘に行かされたってことですかね。いろいろあったけど私たちは幸せだった。ところがある日、斎藤を返してほしいのです。ずいぶん探しました。ツオン。いや、絶対嫌。斎藤、君は大切な子供なんだ。君は特別な血を引いている。君の本当のお母さんの血、古代種の血だ。もちろん聞いたよ、古代種ってなんだってね。古代種は、史上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。え、
そうなの？斎藤はこの貧しいスラムの人々に幸福を与えることができるのです。ですから我々シンラカンパニーはぜひとも斎藤の協力を。違うもん、斎藤古代史なんかじゃないもん。嘘ついた。でも斎藤、君は時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろう。そんなことないもん。どうしても帰りたくないんですね、斎藤は。シンラカンパニーに。でも私には分かっていた。あの子の不思議な能力。一生懸命隠そうとしていたから私は気づかないふりをしていたけどね。優しいお母さんだ。よく何年もシンラから逃げ続けることができたの。すでに無理に。シンラは斎藤の協力が必要だったから手荒な真似はできなかったんだろうね。あくまで協力が必要だったってことですね。じゃあ今回はどうして？小さな女の子を連れてここに帰ってきたんだ。その途中でツオンのやつに見つかってしまったらしくてね。逃げ切れなかったんだろう、きっと。女の子の無事と引き換えに、自分がシンラに行くことになったんだ。やっぱり。マリンだな。マリンのために斎藤は捕まったのか。すまねえ、マリンは俺の娘だ。すまねえ、本当に。本当だよ。あんたが父親かい。あんた娘をほったらかして何をやってるんだ。その話はやめてくれ。俺だって何度も考えたさ。俺が死んじまったらマリンは、ってな。でもよ、答えは出ねえんだ。マリンといつも一緒にいたい。でもそれじゃ戦えない。何かを捨てれない人は、何も救えないですからね。俺は戦うぜ。でもマリンが心配だ。いつでもそばにいてやりたい。な、ぐるぐる回っちまうんだ。わからないでもないけどね。まあとにかく2階で眠ってるから会っておやりよ。あ、2階にいるんだ、マリンちゃん。いや、ちょっと斎藤。斎藤のとこに行くね。あ、私も行くから。シンラの本社に乗り込む。覚悟が必要だぞ。わかってるわ。それに今、思い切り体を起こしたい気分なの。そうですね。じっとしてると、なんかダメ。私ももうダメかも。これはダメかも。やばい。すまねえが、もうすぐ、もうしばらくマリンを預かっててくれねえか。あ、構わないよ。それからここは危険だ。どっか移った方がいい。そうだね。でも必ず迎えに来るんだよ。死んじゃいけないよ。ちょっと、きついですね、これ、ストーリーが。シンラビルにはどうやって？いや、斎藤辛かったろうな。もう上に行く列車はあるめ。とりあえずモールマーケットに行きましょう。あそこなら何かいい手が見つかるかもしれないわ。わかりました、行きます。でも今日はここまで。